岐阜五国神社は岐阜県岐阜市にある神社である。岐阜城の築かれた金華山の北麓に鎮座する。母親戦争から第二次世界大戦に至るまでの岐阜、中納、東納各地区出身の英霊37,800、夜柱を祀る。神門は菊に桜。春は桜の名所として、境内の早咲きのうかい桜が有名である。 岐阜市内で最も早く開花する。この桜は、幹回り約2.5メートル、樹高約8メートル、樹齢100年以上と古く、春の訪れとともに、多くの花を咲かせる。かつては、桜の咲き具合で、迂回のあの漁獲量を占ったので迂回桜の名が、ついたという。岐阜公園、長良川堤の桜と合わせて、日田、美の桜33線の一つに選ばれている。 近年では、本殿での親善結婚式が数多く取り行われており、平和を打ち立てる神、家内安全の神として崇敬されている。併設の青卵会館では結婚披露宴も行われる。鳥居から本殿を望む狛犬岐阜県内には、1870年に大垣城内に大垣召婚者、1909年に高山城市に飛騨召婚者が創建されていたが、 岐阜市他0軍には、昇魂者がなかった。日露戦争後の1908年、岐阜市郊外の稲葉郡北長森村に、陸軍風評第68連隊が設置され、1917年に、稲葉郡中村に、陸軍高見ヶ原飛行場が開設されると、当地出身の英霊を祀る、昇魂者混流の機運が高まった。1918年に、 不評第68連隊は、岐阜県知事、市町村長及び、在京軍人などの有志と共に召魂者の創建を企画したが実現しなかった。1937年の品事変勃発に伴い、1939年3月10日に、西従軍209家村の代表者が内務省へ創立を出願し、内務大臣から創立許可を受けた。 翌1940年11月に社殿が春工。同19日に鎮座の儀、翌20日に平白と模震の儀が取り行われて創建された。なお、1939年4月1日に施行された、召魂者を五国神社と改称するの原により、召魂者は五国神社と名称が改められていたので、創建当初から岐阜五国神社と称し、 内務大臣指定後国神社に指定された。第二次世界大戦後の一時期は、美濃五両神社と解消していたが、主権回復後は、元の名に服した。1995年には、終戦50周年事業として、外配殿が竣工している。境内に、戦災犠牲者及び無縁の遺族や遺骨を祀る、陳齢者があるほか、英霊の霊事帽を守る、大化耐震作りの法案殿。 カッパ大明神を祀るカッパ堂などがある。セイラン会館は神社の付帯施設で、以前はホテルセイランとして営業していたが、2007年4月に営業終了、2009年6月に全面リニューアルし、神社の三州殿、結婚披露宴のみの営業となった。また、参集所の1階には岐阜県遺族会の事務所が入居する。ありがとうございます。